ニコライとアレクサンドラは1971年のイギリスアメリカ合衆国の歴史ドラマ映画。監督はフランクリン・ジェイ・シャフナー。出演はローレンス・オリビエ、マイケル・ジェイストン、ジャネット・サズマンなど。ロバート・ケイマッシーの著書、ニコライ二世とアレクサンドラ皇后ロシア最後の皇帝一家の悲劇を原作とし、ロシア帝国最後の皇帝ニコライ二世とその皇后アレクサンドラが ロシア革命後に一族ともも処刑されるまでを描いている。1904年8月12日のアレクセイ皇太子の誕生から1918年7月17日のロマノフ家の処刑までが描かれている。多くの俳優が候補に上がっていた。歴史家のアレックス・フォン・タンゼル・マムワ・ガーディアン氏での連載コラムリールヒストリーにおいてエンターテインメントとしての評価を、C 歴史面での評価を B とした上で、ニコライとアレクサンドラは、凄まじい演技と豪華なプロダクションデザインを誇っているが、肥大化していて、不格好である。この映画には制作者がどうすればいいのかわからないほどの歴史がある。としている。ラジオタイムズ誌で、トム・ハッチンソンは5点満点中3点をつけた上で、長すぎるとはいえ豪華な女子誌で、 あまりに詰め込みすぎて間延びしているとする一方で、そのディテールに圧倒されるが、トム・ベイカーの目つきの悪い神秘的なラスプーチに役は、とても楽しいとしている。ロッテントマトズによれば、15件の評論の、内高評価は67%に当たる10件で、平均点は10点満点中6.20点となっている。ありがとうございます。